ゴーゴー、なだゴーゴー、声が今日はオープニング上ずっております。いや、あのね、やっと飲めるね。阪神三陰駅ですね。炭火焼き鳥一気取り離れ。さあ、もうちょっと待って、ちょっと待って、聞いてない、聞いてない。なんでおるんすか。いやいや、なんでおるんすか。近所。うそっ。圭介さん、圭介さん、はいはい、来てくださったんすか。わざわざ。いやー、うわ、ちょっとじゃあ、ご無沙汰してます。いやー、ご無沙汰しております。なんで監督もう飲んでるんすか。びっくりしてんのに。ちょっとこういうあの YouTube チャンネルをやっておりまして、はいはい、ぜひあの圭介さんと一緒に灘、うん、の美味しい日本酒をいただくっていうことやな。これはどうやらそういうことですね。これ望むところゴーゴー、灘ゴーゴー。パシュポート、パシュポートを言います。これ持っていろいろ酒蔵巡ったりとかね、はいはい、これしていただきたいんですけど、はしご酒してくださいよっていうのが企画がありまして、一気取りさんはあのお酒と一品が、これ普通多い、ね、お金払って頼むやつやで。これとこれがこれも、あら、はい、いやで、ちゃんといきなりちゃんと美味しいから僕が頼みました。あらあらあら、出てきた。美味しそうなので、ちょっと待って、このこれです。すみません。これはいい。このちょっと生のお刺身の鶏のまとわりつくようなこの感じが、クシも行きましょうか。焼きすぎずやね、これね。これええわ、これ。これ素晴らしい店に来てしまってるかもしれませんね。今ウルケイスケさんってフットワーク軽いなという感じがね。飽きんどの息子なんで僕できますみたいな、こう僕ら世代からしたらもうデビューの時からテレビの中の人ですから。紅白も見てましたしね。もちろん紅白ね、紅白ね、曲バッターってギターから始まるんだ。紅白が俺から始まる。もうあの緊張感すごかったよ。横にね、少し工藤さんがおってね、もう大丈夫大丈夫って言ってんだけど、余計緊張しいで言うなよと思って、こうやって大丈夫だからって言われれば、今ほど緊張が固まってきて、やっぱ奈良のお酒を、やっぱ監督これ出してきましたか。泉酒造株式会社さんのセンスケっていう、ケースケでセンスケやし、あっさりしてるけどお酒の味はしっかりとあって、しかも切れない、シャキンみたいな。さすが。むちゃむちゃいいね。曲を作ってくれないですか。曲なんちゅうこと言うてんの。ちょっと監督それな、なんもなんでもお酒の敵な、曲をお酒の敵喋られる。もうそんな言うてんの。そんなことを言えるぐらい言うてんの。あと10本ぐらいこれ。曲をね、作ってくれません。大手だよ。どいどいて、まず歌詞、どんな歌詞でいきます。焼き鳥ハッピー、焼き鳥ハッピーってどっかで聞いたけど、焼き鳥ハッピー、なだハッピー、なだハッピー、焼き鳥もハッピーで、損得なしの日本酒ライフ、焼き鳥ハッピー、オーリーだ。あとでギター手配するんで、監督がせっかくやったら後でちゃんとこう音つけてもろて。なるほど、あの別にやらないけど、あ、はしごだけパスなんで、ちょっと2軒目を行きましょう、この流れ。あら、まあもう、うん、いや、いや、いや、正直言うて、ここにある、ここにある。いや、もうだってあのいやいや、もういやいや、そろそろ、そろそろ店長とも喋りたいと思ってます。厨房入らせてもらおうかな。まあせっかくはしご酒やから、5店舗使えるんですよ。これさえ持ってたら、これすごいですね。
なのでちょっとせっかくだから次のお店も用意してますんで、まあしょうがないね、皆さんね、また来よう。じゃあ次行きますか、はい、まあでもあの焼き鳥のええところはあの串持って走れるんで、ここあって次のとこ行ったらね、ここも楽しみながら行きますから、それで行きましょうか。大好き。ワンジンかかってきました。ゴーゴー、なだゴーゴー。さて2軒目にやってまいりました。先ほどのお店から駅を一つ隣のここ阪神電車の魚崎の近くの六号二路さんにお邪魔しておりまして、これを飲んでいただくために今日圭介さんに来てもらったと言っても過言ではないのが、菊間サムネって有名、すごい好きね、圭介さんもすごい好きっておっしゃっていただいて、うん、もう日本を代表する灘の酒蔵なんですけど、そこが作ってる百目っていう、菊間いっぱいあんねんね、いろんなものがあるんですけど、百目、その特に菊間サムネが作ってる日本酒の中でもちょっとこうプレミアムなというか、純米、いろいろ大吟醸、純米大吟醸のむちゃむちゃええとこ使った百目、百目、はい、これいっちゃおう。はい、百目でございます。いやー来たー、ラベルかっこいいね、もうなんかすごい、これ以上は語りませんよっていう、あ、なるほど、もう俳優さんで言ったらもう北王子金谷さんみたいなセリフそんなないのに存在感バーン出す感じ。あ、これまたセンスケと全然ちゃうね、なるほど。これおチョコもいいんですけど、あのワイングラス、あ、なるほど、入れてちょっとこうくる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 回して少し温度を戻して飲んだりしても美味しい。香りだね。はい、お出しましたクラゲポン酢です。いや、ちょっと監督効いてるやん。しっかり、あ、めっちゃしっかりしたクラゲ、すごい、何これ、なんかもっとちっちゃいのとか、そうそうそう、あ、これ美味しいね。少しねんねんけど、西はやっぱ美味しいわ。全然ちゃうねん。やっぱそう感じます。これも美味しい。なんでしょうね、こう、うん、安くてうまいのが当たり前というか。さっきあのメニュー見てびっくりしたわ。ね。これ、うわー。出たこれ。部活帰り違うね。これすごいね。いやこれ。ジューシー、あら、ジューシー、これうまい。ああ、そういえばね、そのケイスケさんのウルフルズのガッツだぜってもう大ヒット曲も知らない人いないですけど、うん、あれがその誕生秘話というか、うん、あの小室哲哉さんのアドバイスがあって生まれたって聞いたことあるんですけど、ほんまなんですか。番組にね出てね、まあ、その TRL がね、はい、オーバーナイトセンセーションとか、ああいうディスコっぽい曲をやってて、はい、で小室さんが番組で話してる時にディスコしたらって言われてね、ディスコ、まあ、ディスコ調の曲を作ってみたらって言われたんですよ、でそこからトータスが、はい、あっつって作ったのかな。確かにディスコ進行というか、そうそうそう、ベースラインとかもディスコなんですよね、ガッツだぜってね。ほんまや、もうありがとう、よかった。いやほんま今でもこう休日とか、うん、やっぱ家でもギター触ったりとかって、あ、もうね、僕ギター毎日かな、コロナでね、はい、自粛でね、うん、時間めっちゃあったから運指練習とかね、すっごいしたんよ。最初1個できへんかって、あれと思って、これ全然できへんと思って。まだ練習されるんですか。でも今が一番うまいかも。あ、僕、うん、さっきのお店で、うん、それこそギター手配する言うたじゃないですか、うん、え、うん、あ、これはテーマソング、ちょっと圭介さんもほんまもう生のもうその瞬間に生まれる感じで聴いていただいて大丈夫ですから。もうなだゴー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 ハッピー、なだゴーゴーハッピー、なだゴーゴーハッピー、おお、なだゴーゴーハッピー、イエーイ、なだゴーゴーハッピーオーナーロン、セスケ百目どの酒も美味しいよ、なだゴーゴーハッピー、なだゴーゴーハッピー、なだゴーゴーハッピーオーナーロン、イエーイ、孫徳力のハッピー
く毎度ハッピーオーナーの Yeah なんだここハッピー Yeah なんだここハッピーなんだここハッピーオーナーのふぅご機嫌さんな日本酒ライフ毎度ハッピーオーナーのいや向こうの席のすいません、お兄さんからもお世話拍手755ハッピーイエーイいやー完成しました完成したかなこれはもうオフィシャルサポーティングソングとして本当もうあじゃあちょっとちゃんと録音するよえマジですか、うん、iPhone であいやいい歌できましたっていうかほんまに普通にこのテーブル挟んで目の前でケンスケさんが歌ってくれたのに僕なんかむっちゃ湧き汗かいて嬉しくてなんか興奮してもうていやケンスケさんじゃあまたこの YouTube チャンネルよかったら来てくださいねということでスペシャルゲストケンスケさんでございました。